私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。三遊亭円楽さんが軽い肺炎で入院し、2ケラ3週間の通院が必要とのことです。円楽は1月下旬に脳梗塞となりリハビリを続け、11日に国立演芸場8月中席で高座復帰したばかり。同事務所は、再び入院となりましたことは、誠に残念でなりません。次に高座に上がれる日に向けて、治療に専念いたします、と説明した。落語家の三遊亭円楽が、軽度の肺炎で入院したと27日、所属事務所の公式サイトで発表された。円楽は26日に息苦しさを感じたため、主治医の検査を受けたところ、肺炎が判明した。その他の症状はないという。現在の様子について、食事もトレ顔色も良いが、治療以外の検査を含めて大事をとって2、3週間ほど入院する。これに伴い、30日の三遊亭円楽独演会、東京日本橋劇場は開催中止する。続けて、円楽が国立演芸場の高座にて死ぬまでやります。と宣言し、我々も全力でサポートして参る所存ですが、毎度関係者の皆様にご迷惑をおかけしてしまうことは、大変心苦しく存じます。円楽本人も、俺が動くことでいろんな人に迷惑かけちゃうな。やめた方がいいのかな?と言っているのを励ましながら復帰したところでした、と心情を、吐露。落語家としてどこまでを見せていくのか?ということについては、本人も、我々身内やスタッフも、常に悩み続けております。厳しいご意見もいただきますが、死ぬまでやる、と決めた以上、その目標に向けてできる限りのことをさせていただきたいです。と、サポートしていく旨を綴った。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを、購読してください。